楽しい。いつもこっちに行ってるからこっちに行きましょうかね。シールド外してるとやっぱり空気が冷たい。こっちの方はやっぱりすごく寒い。今の気温が7度ですね。寒いわけだ。きれい。この道の駅勝山、私お気に入りの場所なんですけど、そこになんかね美味しいカレーが確かあったと思ったんだよな。あ、落ち葉がすごいですね。気をつけましょうね。落ち葉、これは両サイドもみじだったんだな。わあ、こんなところで忍者と一緒に写真撮れたらな、いいんだけどな。ね、すごく綺麗ですけど、あの見とれてる車、見とれてる人間、あのいっぱいいますからね。この辺でスピード出してたらこう、ね、スマホで写真撮ってる人がピューって出てきたりするから、本当に気をつけないといけません。はい、ですね。で、海外の人もみんなね、こう富士山やっぱ好きなんですね。嬉しいですよね。いや、河口湖で行こうと思ってたカレー屋さんがもう営業が終わってましたね。しょうがないですね。帰るかね。結局何にも食べれなくてすごいお腹空いたけど、今夜はお友達の結婚祝いのお食事会があるので
渋滞に巻き込まれることなく帰らなければならないので、そのような感じで帰ろうと思います。富士山です。かっこいいです。なんだかんだで紅葉もすごく綺麗な、ね、もみじ、まあ、もう散りかけだから本当に最後の最後だったんでしょうね今日とか、うん、3日後ぐらいに確か雨が降るから、それが降っちゃったらもう終わりかもな。いや今日はだいぶのんびりとした動画になりましたが、本格的に路面の凍結や、ね、雪なんかが降ったり、ちょっとね、いろいろ気をつけることがたくさんありますよね。まあ安全な道も選んでね、しっかり。今回もご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。パッチライダーでした。ありがとうございました。